の月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをコンセプトに番組を始めました。 MC はトニーとミキサーのマナミンさん2人でお送りしております。なお FM ギノワの収録放送となっております。収録の様子はツイキャス、 YouTube アーカイブでお楽しみいただけます。リアルタイムではご家庭のラジオや車のラジオ、スマートフォンアプリ、リスンラジオにてお楽しみいただけます。公式インスタ、箱庭アンダーバー527にてメッセージのリクエストなどを募集しております。FM ギノワンのメールアドレス797@fmギノワン.com にて懸命に箱庭と添えてメッセージをお願いいたします。お好きな場所でお好きなドリンクとフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、ということで始まりました。よろしくお願いします。今回もゲストさん3週連続でお呼びしているので、すごいですね。はい、紹介していきます。今回はですね、アクセスバーズと周囲整体のなおさんです。お待たせしました。お願いします。はじめまして、なおです。よろしくお願いします。すごい、めっちゃ緊張して、何喋っていいかわかんないんですけど。自由にやっていきたいと思います。はい、あ、そう。私はアクセスバーズを聞いたことがあるんですけど、まなみんさん聞いたことありますか？私も聞いたことはあるんですけど。さっきちょろって出てましたよね。ね。八七さんの番組でちょっとアクセスバーズちょろって出てましたよね。出てましたよね。そうそうそう。他の番組でもちょろちょろ一応聞くんですけど、具体的なのはちょっとわかんない感じです。ワードだけ？受けたこともじゃないみたいな。受けたこともないですね。なるほど。じゃあ説明お願いします。お願いします。はい。ちょっとよく言われるんですけど、うん、アクセスバーズ聞いたことあるけど、よくわからないって言われるんですけど、うん、一番簡単に説明すると、うん、脳の断捨離ってよく言われてます。なんかそう言われる理由としては、はい、頭の中って今皆さん日頃いろんなこと考えてらっしゃると思うんですよ。多分目をつぶっても何か考えたりとか、なんかもう常に思考状態にあるんですけど、 それをバーズをすることで整理する、自分にいる情報なのかいらない情報なのかっていうのを整理するっていうのが大きな役割になってるので、それでいらないものをどんどん捨てていく、部屋の掃除みたいな感じで、頭の中の自分にとっていらない情報もいらない、今はいらないっていうものをどんどん整理していくっていう作業をしてくれるっていう施術になります。そう、めっちゃすごいと思って。なんか32ぐらいポイントがあるんですよね。そうです、頭のエナジーポイントって言ったらちょっと分かりやすいのか分からないんですけど、うん、なんかポイントが32箇所あって、うん、私がやることはただそこに触れるだけなんですよ。だからヘッドマッサージみたいな感じのイメージではちょっとないかなって、うん、この押したり刺激を与えるってことはないので。そうなんですよ。触る？もう、触れるだけ。そう、触れるだけで、なんか、ここになんかそのブロックがあるんだな、みたいなのがわかるってことですよね。そうです。その場所に、ちょっと意味がちゃんとあって、でもその意味は知らなくても全然いいんですけど、うんうん、受ける方は、触れることで、その思考をどんどん整理していく、っていう形になります。そう。なんか、私違う方で受けたことあるんですけど、なんかお金のブロックがすっごいなんか、受けた時あって、みたいな。それもわかるんだ、みたいな。そう。で、多分、アクセスバーズと、その、例えば、ハジチさんみたいに、投資リーディングとかやってる人とかいると、組み合わせて、やってる人も多かったりしますよね。うん、そう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 。です、そうです。だから、アクセスバーズは、言うならば、ハジチさんってさっきからよく名前が出てるんですけど、ハジチさん。ちょっとハジチさんって特別な、そう。力を持ってるって私の中でイメージがあるんですけど。はい、確かに確かに。アクセスバーズはそういうのがなくてもできます。うん。そのやる側に何か特別な、例えば見えるだったり、大人だったらユタとかって言った方がちょっとわかりやすいかもしれないんですけど、そういう力がなくても、本当に誰でもできる施術になってます。なるほど。お、コメント来ています。あ、いつも武蔵さんからありがとうございます。タニーさん、ゲストのナオさん、ミキさんのマナミンさん、
こんばんは、シャイ。ラジオの収録、生配信、お疲れ様です。はじちさん人気者、はじちさん人気者なんですよ。どこ行ってもみんな知ってる。そうそうそう。ワードが、すごい。まあ、はじちさんも、でも、すごい開花したなって思います。あんなにすごいのにまだ開花するんかって。いや、恐ろしいですね。今頃どっかでくしゃみしてます。アクション。あ、そう。で、その、アクセスバーズと中医生態。中医生態、中国の医療。中国医療ですね。正式名称みたいな言い方で言うと、中国医療生態って言うんですけど、多分、馴染みがある人からしてみれば、スイナって言った方が分かりやすいかもしれない。スイナって何？そう、中国では、この東洋医学、私たちが病院でやってる西洋医学なんですけど、中国って漢方薬とかが有名なんですけど、東洋医学が主なんですけど、スイナっていうのもその中の一つになるので、向こうではちょっと医療に近い方になるんですけど、でも、まあ、なんて言うんだろう。気候、ツボって、うん、足ツボとか、耳ツボとかっていうのを聞くとみんな馴染みあると思うんですけど、ありますあります。この中医生態、中国医療生態も、うん、このツボを意識した生態になってまして、うん、みんなが言う生態、なんか、ボキボキみたいなイメージあると思うんですけど、ああいうイメージじゃなくて、で、うん、これは指圧って言って、押したり、揉んだり、叩いたりっていうことはするんですけど、うんうんうん、なんかそのポイントが、気の道っていうんですかね。軌道、壺の道っていうんですけど、それに沿ったところにアプローチするっていう生態になります。なるほど。そう、この前、私がめっちゃ頭痛訴えた時に、首サササササーって言ってくれて、で、あれもじゃあ、その、施術の一部なんですけど、この前は首が痛い、頭が痛いって言ったので、頭痛がすごくて。首にやっぱそういったツボの、なんて言うんだろう、この不調が起こる時の原因って、気の流れと、水分、水の流れと、あと、忘れしちゃった。気と水と、あと心なんだ、あ、どう忘れしちゃった。思い出したら、しゃべります。はい。そう。月の流れと、あ、血の流れだ。あ、血の流れって言われて。思い出した。よかった。が滞った時に起こるって言われてるんですよ。気というと見えないものってイメージしがちなんですけど、これって空気みたいなもので、もうなんか見えないけど常にあるもの。あ、確かに。呼吸をすごい大切にするんですけど、気になって、そういうものがなんか滞った時に初めて痛みが出るので、そこに意識してツボをアプローチすると、それが流れることで痛みとか不快感が和らぐっていう感じになります。なるほど。へえ、すごい。へえ。そんなのもあるんですね。なるほど。じゃあ、一回曲を流して、はい、もうちょっと深掘りしながら、旦那さんの話も、はい、していきましょうか。じゃあ、曲振りお願いします。なんだっけ、リクエスト曲は、はい、友成そらさんの I Love Me です。どうぞ。こんな感じ。ドキドキしそう。あと17分。そうですね。そう、私もイベントの告知したいから。11日。決まるし。はじち3人決まる。なんかこう、はじちさんが連れてくる人たちもまた面白い人たちだから、あ、でも、そういうの持ってる人たちいるんだっていうのを、すごい感じました。確かに。県外から連れてくるのは強すぎる。でも、まあ、たまたまらしいですけどね。なんかタイミングが、水曜日だったから、みたいな。では言ったんですけど。でも、ズームで出るんですよね、今度。鹿児島の人が。県外に結構生徒さんもいらっしゃる。はじちさんが先生なんですか？そう、はじちさんが先生。そうなんだ。すごい。初めて会ったのが子供の
イベントみたいなので、あたまたま受けたのがきっかけで。あ、そうなんですか。本当に私なんか名前だけ知ってて、あれみたいな。名前だけ知ってるところからこんなに、そう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 、そこまでつながって、そう、なんか、え、なんか、え、こんな人、え、みたいな、私のラジオ出るって言ってる、どうしようみたいな。しかもこのラジオ出るっていうまで全然接点がなくて、あ、そう、そんなに接点なくて、そう、なんか挨拶だけみたいな、そう、そこから普通にめっちゃ仲良くなってっていう。よし、じゃあ、つねさん。そろそろあれします？うん、バックで。じゃあ行きますね。じゃあフェードアウトしますね。はい。じゃあどうぞ。はい、お届けした曲は友成そらさんの I Love Me でした。なおさんのリクエストです。ありがとうございます。はい。ということで、何でしたっけ、旦那さんの話しようって話をしてたんです。はい。そう、なおさんも、イベント出ながら活動してて、実は旦那さんも、イベントしてて。そう、旦那さんが足つぼ。あ、そうです。足つぼやってます。そう。すごい。夫婦で。そう。夫婦で、その活動してるっていう感じで、そう、それで出会って、今日、なおさんだけ呼んだっていう感じです。なんか、足つぼもすごいですよね。そう、足つぼは、うんうん、まあ、整体との違いを言うと、うん、整体はすごい効果がゆっくりなんですけど、うんうんうん、足つぼは即効性がある感じします。あ、すぐ効くみたいな、へ、ちょっと私の体感としてあるのは。なるほど。え、どっちから先に始めたんですか、このイベントっぽいのは。私が最初に整体を取ったのなんか痛がる人が多いんですけど、稀に全然痛がらないです。います。私の友達みぼん痛がらないだね。なんか、しゃべれてますね。まあいいや、そのまま喋っときましょう。そう。っていう感じで。でもなんか、夫婦で出るってなんか、楽しいです。やっぱ楽しいですかって聞いたらおかしいけど、楽しいですか。あ、楽しいです。やっぱりなんか、同じもの体験して、うんうん、話ができるので、お家に帰っても。あ、なんかそれぞれで出たものって聞くだけで終わっちゃうけど、うん、同じものにイベント出て、うん、イベントってやっぱ非日常に近い感じなので、まあ、そうですよね。それを二人で体験して、うん、もう帰った、家に帰った後も、ああだったね、こうだったねって話せるのは、あ、まあ、夫婦としてのあり方としても、うんうんうん、なんか共有できるってすごい成長にもつながるなっていう。感じします。高本さんから正常ですね、動作ありがとうちゃんとチェックしてくれるリスナーさんがいるのはありがたいありがとうございます。そう、なんか、夫婦で出てるすごいと思って。そう、でもなんか一緒にそのなんだろう、物販とかで出てる夫婦は見たことあるけど、うん、全く違うもので出てる夫婦を初めて見たから、どんな感じなんだろうみたいな思って、そうそう、ずっと不思議に思ってました。そう、そう、確かに。そう、どうなんですかね、私たちの中ではもう当たり前になっちゃってそうですね、になっちゃってて。あ、初コメ来てる、ありがとうございます。アートさんこんにちは、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。ただいま収録、あ、収録放送中です。はい、ありがとうございます。そう、へえ、面白い。お、そっか。じゃあ、後ほどその旦那さんの話を真面目たのは来週の放送で聞いてもらえたらいいなって思ってます。はい、そう。じゃあ、ちょっと早いけど、お互いのイベント告知をしていきましょうかね。はい。私の方はですね、8月11日の日曜日に、西原の玉原の100番地っていうところ、多分、ツリーズガーデン。この前、またハジチさん出てくれてそう。また出てくるんですけど、ハジチさんが言ってた、ツリーズガーデンの3階で、韓国コスメが売ってるとこがあるらしくて、そうそう。そう、そこでなんか何名かでイベントやろうってお誘い受けたので、そこで、はい、ISG 個性心理学で
出展します。で、8月22日あ、26日か。26日の木曜日が、得意のニジチュラマルシェ。はい。ロビンソワちゃんもニジチュラマルシェでまた出展します。そう、前回キラナさん出てくれて、すっごい楽しそうでした。そう、まだイベント募集、出展募集してるようなので、もし楽し、たぬきやってみたいっていう方いたら、DM ください。お願いします。じゃあ、次、ナオさんのやつ。はい。はい。今回、またイベント、今月8月27日の火曜日に、イベント、夫婦で出るイベントなんですけど、うん、ビューティーイベントプルメリアっていう、うんうん、のイベント、出ます。なんか、大きいって言ってましたね、さっき。そうなんです。規模が。今回、10回目で、ちょっといつもより出展者数も大きくして、うん、っていう感じで大きくしてるみたいな夏休みイベントとしてなんか大きくなるって言ってました。これあれですか、生態系とかじゃなくて占いとかそういうセッション系の人も出る？あ、出ます。気質学やってる方とかも鑑定やったり、うん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 、あとカードセッションとかされてる方もいるし、私たちはバー、注意整体と足つぼで出るんですけど、ね、ベビーマッサージの方もいらっしゃって、うん、でキッチンカーも5台ぐらい来るって言ってたので、すごい、結構大きい。幅広い感じです。うん、場所が、沖縄市の産業支援センター、トレオの隣、はい、漁港の隣、そうです、そうです。になってるそうです。8月27日、火曜日ですね。夏休みの終わりに、ぜひ、いかがでしょうか。っていうことで、そう、めっちゃ楽しそう。結構楽しいです。ね、地元の方がよく来てくれるイベントなので。ああ、そう、なんかね、集客みんなどうしてんだろうって毎回思う。本当に思う。もう、そう、ね。イベントも増えてきましたからね。そう、でも、沖縄多いらしいですよ。県外に比べて。だから県外の人が、それだけのために、移住してくるみたいな。それすごいですね。そう、最近仲良くなった女の子、21歳の女の子がいるんですけど、大阪から去年来て、みたいな。で、アロマで活動してる子なんですけど、なんで沖縄来たのさ、イベント出るために移住してきたみたいな。どういうことみたいな。で、一応この子の個性はチーターだから、ああ、なるほどね、みたいな。勢いで来ちゃった。そうそうそう。っていう子がいたりとか。だから結構沖縄は多いみたいです。そう。だし、あとやっぱ出店料が安いかもしれないです。安いかも。そう。そうそうそう。なんか、内地とかだと1万円とかするんじゃないですか。結構大きいイベントの出店料ですよね。そう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 、1万円って。1万円か、みたいな。なんかそこで考えたらダメなんだろうけど、どうしても考えちゃうみたいな。そうそうそう。そう、アクセスバーズ早く受けなきゃなって。どんな感じで受けるんですか、なんか具体的に。もう横になってもらえる場所があれば、そう。どこでもできます。なんか、海でやってる人とかもいますもんね。外でやる方多いですね。海絶対気持ちいい。気持ちいいです。ね、風が通る場所だと。そう。特に。絶対いい。大体あれですよね。ガッツリやるんだったら1時間ぐらい。1時間やった方が、効果が出やすくなると思います。あと回数も重ねた方がっていうのもあります。そう。で、なんか私は、まあ多分みんな疑問に思ってるんですけど、このアクセスバーズやるときって腕組んだらダメなんですよ。あ、そうなんですよ。交差したらダメで。そう。そう、なんか追いだり。どうしてるんですか？なんか横に。横に置いたり。どうしても、なんか寝てる横になってるんで、胸とかそこに手を置きたい方は、ずらしておく。そう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 。この重ねないでずらして。そう、指を重ねちゃうとなんか、そう、なんて言うんですか、エネルギーが多分絡まるみたいな感じなイメージなんですかね。そう、もういいし、あと、なんか、腕組むと、ブロックし、なんか自分の心を開かない意思表示みたいな、なるほど、なんか仕草的なのがあるらしくて、そういうちょっとブロックしないようにっていう意味もあるみたいです。へぇ、面白い。なるほどね。そう、だから、そうなんだ、みたいな。1時間、こう寝てる間に気づいたなんか腕組んだらどうしようみたいな。今いっぱいいます。そう。みんな無意識に腕組んじゃうんで。そう。そのたんびに腕外してくださいっていうお願いします。ああ、すごい。面白い。そう。
そうそう。っていう感じです。はい。そう。あと残り4分。そうですね。4分になりました。どうしよう。いつもこの4分の時に、あ、どうしようってなるんですよね。そう。エンディングなんですけどって言うけど、この番組エンディングないんですよね。そこまで喋ることもない。そう。まあ、さっき告知しましたし。そうそうそう。まあ、来週は、来週もなおさん、はい、そうです、ね。はい、出てくれるので、うん、そう、来週は、あの、まあ、家族のあり方とか、そう、旦那さんの話もちょっとね、そうですね、できたらいいなって。多分したら喜んでくれるかな。そうそう。感じで、話していきたいと思います。はい、あ、じゃあちなみに最後、じゃあ、インスタ、なんか何で検索したら出てくるかとか、そこら辺の話します。あ、一応ね、さっきね、コメントにちょろって、タニーちゃんが載せました。でも、ナオって言ったら出てきます。ナオって言ったらなんかたくさん出てきそうですね。そう、ナオだけだと多分上がってこないかなと思うんですけど、何が一番出てくるの？でも、ナオ。そうなんです。ナオ、あの、アカウント名が N に、A、4つに、O で、なーおが一番最初に来るので、はい、多分これまで入れたら出てくるかなって感じ。なーお、アンダーバー。で、メイクまで入れたら絶対出てきますね。メイクイットベターって入ってるので。そうそうそう。で、出て、言ったら出てくると思います。確実です。はい、確実に出てくると思います。はい。そう。そういう感じで。あ、どうでした？出てみて。めっちゃ緊張したんですけど、なんか、あ、こんな感じでやってるんだっていう。そうしようって。そう。こんな感じで、ゆるくやってます。生放送ってなると、そう、もうちょっと緊張するかもしれない。確かに。無駄に。あ、そうですね。そうそうそう。そうですよ。生放送だと、なんか、お客さんが。生放送だと、ね、時間も、なんかもう本当に、きっちりみたいな。そう。うん、だったり。バタバタしますもんね。そうそうそう。収録でもこんなだけど。そう、最近だから、あの、一回、はじさんの収録終わった後に、まなみんさんの番組出た時に、生放送みたいな。なんて言うのみたいな。そう。っていうのがありました。懐かしい。うん、そこからはじさんは自分の番組持ったんですよ。あ、はじさん、私のこの収録終わった後に、やるみたいな感じで。すごい。実際経験した後に。そう。こんな感じかやるみたいな。いや、すごいなそう。でもその後に生放送枠選んだから、大丈夫かこの人みたいな。まあ、でも大丈夫なんでしょうね。キャーとか言って、パーンみたいな。擬態語が多い。擬態語が多い。そう。まあ、でもそれ、楽しんでますね。そう。それもでも、あの方の個性なので。そう。いろんな形でね、いろんな人が繋がっていけてるから、私はもういいや、みたいな、思ってます。そう。ということで、今週はこの辺で一旦終わりたいと思います。この時間のお相手は、トニーと、ナオと、ユキさんのまなみでした。ありがとうございました。ありがとうございました。トニーさん、ゲストの、ありがとうございます。ね、皆さんまたこの後あるので、はい、また聞いててくださいね。聞いててください。